今回の与那市奉行第42章はリピートの焼肉レストラン平城いいよ。今日の日替わり定食はなんとすき焼きうどん定食じゃった。エビフライと唐揚げもついとった。焼肉屋のすき焼きなんかうまいに決まっとるわの。いただきます。うわ、うまい。隣のおじさんたちが宝くじの話をしてた。当たれへんって言うたり思ったりする人は絶対当たれへんと思うんじゃ。拙者は当たる気がする。当たったらどないしようかっていつも思うんじゃ。ネガティブよりポジティブじゃ。すき焼きが嫌いな人っておるんやろか。あ、生タバコが食べられへん人だったの。美味しいのに。外国人はほぼほぼ生卵は食べられそうじゃ。もともとの食文化が違うのと、日本は卵が出来上がるまで養鶏場から衛生的に新鮮な卵を提供しているからということじゃ。ごちそうさまでした。知り合い情報で平城はラーメンがうまいんじゃと。え？焼肉屋でラーメン？本場にうまいんかの？これ甘いの。あっさりした醤油ラーメンやけど、ただの醤油ラーメンではない。少し濃いめで何かのエキスが
プラスされとる。醤油ラーメン部門で優勝じゃ。無表情で食べてますが、心の中は。それそれ。わー、見せてちょうだい、おいしいお顔。牛肉の入ったかやくご飯を生まれて初めて食べたが、これがうまいんじゃ。2023年の夜なしおさめは平常のラーメンと牛肉かやくご飯じゃ。ごちそうさまでした。皆さん良いお年をお迎えください。